ーさんからいただきました。ありがとうございます。ちぐさちゃん、まちこさん、こんにちは。こんにちは。お二人といえばやっぱりお馬さんのダービー的な作品が思いつくのですが、高校生とは思えないほどの課金をしている人ご存知ですか？いや私知らないな。誰なんだろう。もうちょっと、まあ、うん、知らん。髪が青くてニーって笑ってて水族館が好きで、あれちょっと誰か、なんか結構私似てるけど、似てる、言われてるよ。違います、私じゃないです、これは。声優界にも、あの、重課金勢はたくさんいらっしゃると思いますが、まちこさんは課金する派ですか？なるほど。もしするなら、何かルールは決めていますか？ということで、決めてますということは課金をしているということで。最近、まだ、でも課金デビューは、このまだ1年以内とかなんですよ。はい。多分、去年のどこかで課金デビューを始めて。なるほど。そう。で、自分の中では、3000円までって決めてる。あー、まだまだ全然もう人間やれてますね。すごい、私もすっごい欲しいと思うんですよ。でもその自分の中でまだその、あの、勇気が出ないというか。あ、なるほど。そう、やっぱりもう大先輩たち、そのはいはい、金の先輩たち、先輩たちがレジェンドすぎて。なるほど。ちょっと私はちょっと一歩ずつ、あー、一歩ずつ、一歩ずつ登るのに、とりあえず第一歩の3000円からスタートしたっていう感じなので。あ、じゃあ今もまだ3000円。3000円で。あー、なるほど。まあちょっと、あの、重課金税ではないんですけれど、ちょっとなんか私の背後に重課金税のなんか圧が感じるんで、ちょっと代わりに言うんですけれど、あの、まあポイントとしては確かに徐々にがいいですね。やっぱ一気にするとちょっと、あの、心臓がすごく痛くなって、あの、何日かちょっと寝込んでしまって、毎回頭の中であの時課金しなきゃよかったのになっていう、あの、後悔が来るので、時間帯が間違ってたのかなとか思って。そうあの時めちゃくちゃテンションハイだったからみたいな、ちょっと、あの、賢者タイムが起こ、来る時もあるんですけれど、ね、うん、やっぱちょっとずつ額を増やすことによって、そうです。そしたら、あの、ウマ娘も、あの、もうすぐで今月10万円迎えますよっていう、あの、ポップが出るんですけど。そんなポップ見たことない。そうなんです。それに応じなくなる時が絶対来ますので。みんなすごい、すごいポップアップの中で。いや、私もちょっと思いました。人生で初めてそれ見て、サイ・ゲームズさん優しいみたいな。伝えてくれるんだみたいな。じゃあ珍しい方なんですね、その、忠告してくれるのは。いや、そうだと思いますよ、多分。そう。なので、まあ、じゃあ、ゆっくりゆっくり、はい、重課金のね、あの、階段を登っていきましょう。めちゃめちゃすごい高いから。はい、では、続いてです。